こんにちは、つーちゃんです。今日はですね、広がる髪の毛の方が夜にした方がいい習慣っていうのをお話ししていきたいと思います。髪の毛が広がる方で注意してほしいことがあるんですが、髪の毛を乾かすのを早くしたいからって言って、髪の毛をすきすぎるのは注意してください。乾くのはすくことによって早くなるんですが、目的が広がりを抑えたいのであれば、髪の毛の量はあった方が広がりが抑えやすいです。なぜかというと、髪の毛の中に短い髪の毛ができることによって、この短い髪の毛が長い髪の毛を持ち上げてしまうんですね。持ち上げることによって髪の毛っていうのは膨らんでいってしまいます。優先順位が髪の毛を乾かすことが一番上なのであれば、髪の毛をすくのはおすすめしますが、広がりを抑えたいのであればできる限りすかない方がいいかなと思います。他にも髪の毛の表面に隙を入れてしまったりとか、レイヤーを入れすぎることによって広がりやすくなるので、すき方っていうのは注意してください。すくのがダメっていうわけではなくて、目的がどこにあるかによってすき方っていうのを調整していかないといけないです。今回ご紹介する方法は髪の毛の広がりを抑える方法になります。夜することによって朝の髪の毛の広がりがかなり抑えれると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。では実践始めていきたいと思います。髪の毛が広がってしまう方がなぜ広がってしまうかというと、髪の毛が湿った状態で寝てしまってたりとか、髪の毛が乾燥してしまってたりとか、髪の毛が寝てる間に擦れ合ってしまってキューティクルが毛羽立ってしまって広がってしまってる可能性があるんですね。髪の毛が湿った状態で寝てしまうとなぜダメかというと、髪の毛の中には水素結合っていう結合があって、この結合は水に濡れると切れて乾くとくっつくんですね。乾かしていく過程で綺麗にブローをすれば綺麗に結合がくっついて、髪の毛がナチュラルなまっすぐに仕上がるんですが、髪の毛が濡れた状態でゆっくりと乾いていくと歪んだ状態になるので、うねりが出てしまうんですね。うねりが出てしまうことによって髪の毛を持ち上げて広がりにつなげてしまいます。広がりを出さないためには、お風呂上がり綺麗にブローをしておく方が髪の毛の広がりは出にくくなるので、髪の毛を一度濡らしてブローの方法をレクチャーしていきたいと思います。髪を濡らしてきたんですが、一番最初にすることは毛先から丁寧に髪の毛を溶かすことです。これをしない方多いんですが、これをすることによってキューティクルが整いますし、バサバサの状態で乾かすとバサバサに仕上がるんですが、綺麗にまっすぐにした状態で乾かすと綺麗に整うので、必ず毛先から丁寧に溶かしてください。髪の毛が濡れてる状態っていうのは引っ張りに弱くなって、引っ張りすぎると髪の毛が切れてしまうので、毛先から丁寧に溶かすようにしてください。溶かす際のブラシは濡れ髪用がおすすめです。今回使うのはタングルティーザーのウェットディタングラーっていうブラシを使うんですが、ウェットブラシっていうブラシもおすすめです。髪の毛の広がりの原因の一つに乾燥があると思うんですが、乾燥を防ぐためにまず髪の毛の中から保湿していきます。保湿に使うのはアドプラスのヘアミルクをつけていきたいと思います。だいたい10円玉ぐらい出してもらって、手に広げてもらって毛先中心につけていきます。乾燥がひどいなって思う部分までつけてください。つけたらこのような感じで揉み込んでいきます。揉み込みが終わったら、毛先から丁寧に溶かしていって、髪の毛一本一本にヘアミルクをなじませていきます。次に髪の毛が傷んでしまって、キューティクルが剥がれてしまってる部分に、疑似キューティクルって言われるシリコンをつけていきます。シリコンをつけることによって髪の毛の表面をきれいに整えてくれます。今回はアドプラスのヘアミストを使っていきたいと思います。つけて揉み込んで、先ほどのミルクと一緒で毛先から丁寧に溶かして髪の毛一本一本になじませてください。最後に髪の毛をコーティングしていきたいと思います。コーティングに使うのはヘアオイルです。今回はアドプラスのヘアオイルをつけていきたいと思います。手に広げてもらって、毛先のパサつきが気になる部分やツヤを出したい部分につけるようにしてください。つけ終えたらミストミルクと同じで、毛先から丁寧に溶かして髪の毛一本一本になじませてください。次に乾かしていくんですが、絶対乾かす前は毛羽立ってないとかぐちゃぐちゃになってない状態から乾かしてください。いいヘアミルクやヘアミストを使ったからって言って、バサバサの状態で乾かしたら絶対バサバサな状態に仕上がります。必ず綺麗に溶かしてから乾かし始めてください。乾かすときは絶対に上からドライヤーを当ててください。上からドライヤーを当てることによってボリュームが収まります。収まるっていうことは広がりを抑えれるんですね。ボリュームを出したいときは下からドライヤーを当てるんですが、今回はボリュームを抑えたいので上からドライヤーを当てたいと思います。癖で前からドライヤー
イヤーを当ててしまう方多いんですが、こうしてしまうと広がりが出てしまうので必ず上からを意識してください。髪の毛が前に跳ねてしまう方は上目から斜め下後ろ方向にドライヤーを当てるようにしてください。後ろに跳ねてしまう方は上目で前方向に向かって乾かすようにしてください。乾かす際のポイントは必ず根元から乾かしてください。根元から乾かして最後に毛先です。毛先を先に乾かしてしまうと根元を乾かしている際に毛先が乾きすぎてオーバードライになってしまうので、オーバードライになると乾燥して広がってしまうので必ず根元から乾かすようにしてください。乾かす順番なんですが、前髪が短い方っていうのは前髪から必ず先に乾かして、前髪がないよっていう方は襟足から乾かすようにしてください。乾かし終えたんですが、洗い流さないトリートメントをしっかりとつけて綺麗に溶かしてドライヤーを上からしっかりと当てることができれば、このような感じでいつもよりはまとまると思います。ドライヤーで乾かす時の風力なんですが、風力が強すぎるとバサバサになってしまうので、間ぐらいのちょっと弱めの風の方がまとまりやすく仕上がります。毎日しなくていいんですが、明日用事があるとか明日髪の毛に気合を入れないといけない日は低温のストレートアイロンを通すことがおすすめです。低温のストレートアイロンを通すことによって水素結合が強固になって寝癖がつきにくくなったりとか、髪の毛一本一本のキューティクルが整ったりとか、洗い流さないトリートメントが綺麗に馴染んで髪の毛にツヤをしっかりと出してくれるんですね。明日気合を入れないといけない日とかはぜひアイロンスルーをしてみてください。アイロンを通すときはゆっくりと通してください。早く通してしまうと熱が伝わらずに終わってしまうので、必ずゆっくりと通すようにしてください。アイロンを通すときは綺麗に溶かしてからアイロンを通してください。ぐしゃぐしゃの状態でアイロンでプレスしてしまうと髪の毛がバサバサになってしまうので、綺麗に溶かしてから通す。通すときは強く握りすぎてしまうと髪の毛が傷んでしまうので、優しく握ってゆっくりと通してください。内に寄せたいときは顎の方に向かってアイロンを抜くようにしてください。そうすることによって内に仕上がります。このような感じで完成しました。髪の毛の中の保湿をしっかりとしてキューティクルを整えてコーティングをして、乾かす際もキューティクルが極力開かないように繊細に乾かすことによって髪の毛の広がりは抑えれます。髪の毛の広がりが気になる方はぜひこの方法を試してみてください。長い間ご視聴ありがとうございました。鶴谷でした。またよろしくお願いします。